グループ。リーグ戦3連勝の勢いでルヴァンカップを迎えた3位柏レイソル。対するはこちらも公式戦4試合負けなしと好調の5位ジュビロ磐田。まず積極的な立ち上がりを見せたのはアウェーの磐田。8分有ヶ谷が遠目から狙っていくと、さらに13分には小川大輝、こちらも思い切りよく左足を振り抜いていきます。一方柏は16分ヌヌのスルーパスにディエゴ・オリベイラ、強いフィジカルから切り返してシュート。ファーストチャンスを見事ものにして1対0。ディエゴ・オリベイラの公式戦3ゴール目で柏が先制します。これでようやくエンジンがかかり始めた柏。26分にはヌヌ、これはゴール上と外れますが、なおも柏、35分にはディエゴ・オリベイラ、ヌヌとつないで最後は栗澤、しかし決められず、前半は柏1点リードで折り返します。後半攻勢を強める柏は49分、安西のコーナーキックに中山雄太、代表へ弾みの一発といきたいところでしたが、ここは志村の正面をつきます。一方後半を3バックで戦う磐田、59分にようやくチャンスを迎えます。一瞬柏の動きが止まったところをアダイルトンがついて有ヶ谷、しかし桐畑の好セーブに阻まれ同点ならず。ひやりとした柏でしたがペースは変わらず、68分にはディエゴ・オリベイラとドゥドゥのコンビ、しかし追加点のビッグチャンスも決められません。決定機を逃し続けた柏、すると76分、磐田は途中出場斉藤和樹のクロスに川辺、ここまでなかなか決定機を作れなかった磐田がようやくネットを揺らして1対1。川辺は今大会初ゴール。これで流れは磐田へ。85分ペナルティーエリア内で伊藤がハンドを犯し、磐田に PK が与えられます。この PK を小川光輝がきっちりと決めて2対1。これが決勝点となり磐田が逆転勝利。磐田はこれで公式戦5試合負けなし、ルヴァンカップ2連勝です。